はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画ねこれです。じゃん、作るモデルガンワルサー P38 を組み立てていく一連のシリーズですね。前回ね、このフレームをアクリサンデの接着剤で接着して、プラリペアでね補強しながら作ったんですよね。うん、で今回はこのスライドとバレルとマガジン、これも接着する工程なんで、これもねちょっと組み立てていこうみたいな動画になってます。もうできてんじゃんみたいなねもうできてるんですけど、まあどんな感じでやってったかっていうのをね眺めていこうかなと。まず取扱説明書でいう2番3番4番ですね。まあ今回もちょっと強度が欲しかったんで、これをたっぷり使いながらプラリペアで補強しながら組みました。2番マガジンの組み立て、まあ接着ですけどね、2枚合わせるんですけど、これがですねダボピンも何もないんでずれることができるんですよ。わかりますこれ、ね、こんな感じでずらす、ずれて接着することもできちゃうんで、それだけね注意して組み立てる必要があるのかなと、接着する必要があるのかなというところですね。表面はね汚くなっちゃうのもう仕方ないんで、そういう前提で、まあ、うまくやればこうスーッと流れ込んでってくれるんですけど、毛細管現象的な。でもね手元がちょっと狂うだけども容赦なく垂れちゃうんでもう指まで垂れてきましたね。もう特にねここリップのあたり、この辺割れてくるんでね、使ってるとその辺はちゃんとやってやるといいのかな。またねこのマガジンがね、マガジンリップがペナンペナンでカートリッジがバラララって出ちゃうっていうね、そういうことも起こる楽しいマガジンなんですけど、まあ仕方ないですよねこの価格でね。よくぞこれだけやってくれたっていう称えるべきモデルだとは思いますが、そういういろいろちょっとチャッチい面も当然ありますよ。こんな感じでしょうかね、マガジンの接着。だいぶ予期せぬ模様ついてますけど。3番、バレルの組み立てやっていきましょうか。これね、結構パーツが多いんでね、工程も多くなっていきます。じゃあまず、これ、チャンバーです。で、これにデトネーター。こいつをね、打ち込みます。まあ、こう入れてやって、で、こうジグがあるんで、こう乗っけてやって、ちょっとね、太めのピンポンチで2、3回叩いてやればそれでいいと思います。こんな感じね、バレルがこの位置に入るんで、これが外れてしまったとしても、まあ接着なりまた取り付けるなりできるんでね、なくしてしまわない限り、この金属のバレルがですね、今度これは上下にこう合わさるんですよね。これここにこう入ります。まあチャンバーがここに合わさる感じでこうこんな感じですね。これバレル結構重くなりますよ。でこいつをこう接着するんですよね、ギュッと。でまたギュッとやるとでこいつをここにこうこれです、接着すると。プラリペアを持って組んだ後に接着剤流し込むっていうやり方の方が組みやすいかもしれないんでね、そんな感じでやっていこうかなと。玉を置いておきましょう、ね、こうやって、ね、2、3箇所こいつが完全に乾く前によしとこいつを乗っけてやると、これですね、こう組んだ状態でこういいです、中にぬちゃっとよし、こんな感じかな。でちょっと隙間が空くようなところにこうこの辺ね一回流し込んでてやると組み立て後強力になるのかなみたいなイメージなんでね。でこの辺にも点々点とプラリペア持っていきます。まああくまで僕のやり方なんでね、こうやりなさいとかこれが一番すごいとかこうやらないといけないとかそういうやり方ではないんでね、まあプラリペア持ってやった方がしっかりつくんじゃないのみたいなイメージなんでね、僕の中での。でこれまたバレルをギュッと止めてやります。でプラリペアはその速攻性があるわけじゃないんでね、
こっからが勝負ですよ。この辺からもうこう流し込んでいきます。今度はアクリサンデーの接着剤です。ここをね流し込んでやりますね。ギュッと押さえます。パーティングライン的なものがね出るぐらいまで圧着してやるといいと思います。ガサツですけどバレル出来上がったと思います。もうしっかりくっついてますね。フレームにこう入れてみればこうちゃんとねスムーズにまあ入りますんでね、いいのかなとは思います。うん、こんな感じです。スライドの組み立てになります。このブリーチ部分にウエイトをこう乗っけて、うん、これね、でこいつをスライド内にこう入れてこうですね。でここまあこの部分とかね、ここをしっかりここの溝の中にね接着すると。あとここも接着するんですけど、ここね最後にやろうと思います。まあちっちゃい玉を鼻に、でここを接合部にもちょっと置いといてやります。プラリペア、うん、このねこの辺こんな感じでね乗せといてやりましょう。溝にはこいつアクリサンデーの接着剤をあらかじめ垂らしといてやって、でも入れていきます。よしと。で今度ねここ上ちょっと隙間できるんで、そこもねプラリペアちょっと置いて おこうかな。うんね。で次ここにまたこれアクリサンデーの接着剤をあらかじめ入れといてやってね、で組んでると。この辺わざと今隙間開けてるんですけど、ここにこう流し込んでやってね、アクリサンデーの接着剤を流し込んでやって、うん、でちゃんとこう接着してやると。でここを初めくっつけなかったじゃないですか。うん、まあ後からになってこうギュッとくっつけるんですけど、最後ねこの辺プラリペアを薄く盛るつもりでいるんで、またねアクリサンデーの接着剤こうちょっと流し込んでギュッと、うん、ここはもうほんとパーティングラインができるぐらいギュッとしばらく押し付けてやります。最後ねこれリアサイトつけるんですけど、はまっかな、あはまるね、うん、これも心配なんでまずプラリペアちょっと隙間がありそうなところに持ってやって、この辺ね、うん、でこの中央通りっていうんですか、真ん中にこうちょっと置いてってやって、それ以外の部分はねアクリサンデーの接着剤でいけると思うんですけど、で一応こうギュッとつけますけど、このアクリサンデーの接着剤流し込んでいきますこうね。やべ、これさすがにセレーションに入るとショックだよな。まあ仕方ないけど、うん、あーしくった、うん、ね、ちゃんと流し込んでいきます。ギチにスライドは指紋ついちゃったね。スライドはギッチギチに出来上がるはずです。いいね、うん、完璧でしょう。こんな感じです。ここだけ輪ゴムついてますよ。ね、はい、いかがだったでしょうか。スライドバレルマガジン結構ねしっかり接着できてると思います。もうガビガビですけどね、見た感じはもうこれはね作るモデルが仕方ないんですよ。でこれをちゃんと仕上げてやればねパリッとしますんで、あのアクリサンデーが垂れた後とかもうかなりあれですけど、うん、試しにねこれフレームにバレルこう入れてみてね、うん、こうスムーズに入るんですよ。おいいですねみたいな、ちゃんとあれでできてますっていう感じで、まあスライドもね入れます。
うん、スライドもねこう特段引っかかりもなくでバレルも入れるともう悪さ P38 の外観になりますよと。おおいいね、うん、ただここプラリペアで持ってあるじゃないですか内側と、まあ、このせいもあってここを補強したおかげもあってスライドとこのバレルはねちょっとタイトになってしまったんでここはねすり合わせっていうかこの持った部分とあとここねガビガビになった部分はあらかじめもう初めに削っておこうパーティングライン消し的な、うん、そんな感じでねちゃんと動くようにはなると思うんで、うん、ちょっとタイトな状態で今出来上がってますこんなところですね、うん、はいということでね今回はこれでおしまいにします。あとはねハンマー組んでったりトリガー組んでったりここにまた組み立てていく光景を動画にしようかなというところです。はいということでね今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。組むべし組むべし組むべし、うん、これはね発火させてもうまくいくんじゃないかとは思うんだけどどうだろうね心配ですねこんな感じ。